あのちょっと若い子はこの3個持っても死後で知らないんだと思うんですけど、僕もちょっとあんまり感想かぶってない。バブル時代にあの女性がね、あの 高学歴、高収入、高身長と結婚相手に求める条件参考だけというので盛り上がってた古き良き時代の話ですけども、もう似たような感じで、この死の四重奏と似てますね、なんかね。このコレステロールと肥満と血圧と糖尿が全部混ざると結構これなかなか大変だねという表現です。まあ、実際あるんですよね。でいくら GH の誠先生でもこれが揃うと、しかも禁煙できない病院さんも通わなくなったってなると助けれないです。これ助けれなかったら大阪の患者さんです。あ、 GH って何だってなって思ったんですか。ちょっと言わせないでほしい。ゴッドハンドだね。ゴッドハンドだよ、 GH ってね。で突然使用後に最も大事なのは禁煙と定期通院だと。これ WHO 世界保健機関で一番偉い医者の間のもう誰も逆らえない相手ですけども、もうこうやって言ってるんですね。心血管カルディオバクテリアの心血管病を予防するには一番影響する、それに寄与する危険因子はタバコとしょっぺものと高血圧と書いて、特にタバコだよと書いてますね。タバコだよ、君どのぐらいですか、このさ、タバコ吸う人。北県ってすごく多いんですよ。でもうこのタバコの話さえすればあの最後のスライドでもここだけ大事なので喋れますけども、僕ね、それでそのカテーテル治療学会とか心臓リハビリテーション学会とかっていうので、まあ、その禁煙の仕事もしてるのでこうやってやるんだよっていうのをこう紹介したりする。今日どっちかというと患者さんとかご家族の方が多いので、医療スタッフの人少ないかもしれませんが、まあ、その別に禁煙外来だけが禁煙を進める場ではないんですよね。どんな全ての職種がいろんな場所でタバコをやめられない人に声をかけてあげるということが禁煙治療の始まりなんです。決してね、こうタバコを吸う人を憎んではいけない。罪を憎んで、ニコチン依存症を憎んで、タバコを吸う人を憎んではいけません。ダメなやつだな、早くやめれじゃ。だってやめたくてもやめれないんですよ。あ、何を隠そう、これももう親戚から言われる前に言いますけど、私ずっとタバコ吸ってたんですよ。長男生まれたらやめるって言って、その後も奥さんに隠れて吸ってあったし、まあ毎日吸わなくなって大丈夫だなと思っても、東京の出張があると羽田空港の喫煙所で吸ってあったんですよ。なのでいろんなタバコやめられない人のいろんな心境、いろんなステージのステップを全部知っています。なので誠先生も禁煙外来でやってますから、まあ、そういう心の友として、もしタバコやめたいんだけど、やめる気になったんだけど自信ないという人は誠先生の禁煙外来に来てくれると思います。市内には、森吉の高橋先生と、田村先生と児玉先生が禁煙外来です。本当はね、もっとどこの医者も禁煙外来保険診療認められるんですけど、なかなかその、ハウツーがなくて、まだ始めてね、時間なくてやれんなというので、まあ、差し当たっては、市役所も全館禁煙になりますし、やってるところでやめられない人はぜひ相談に乗ってくる。こうやって言うんですよ、本人は。俺はもう好きなことやってるからぽっくり行くんだから、いいべ、吸ってるんだ、いいべ、俺はそうやって決めたんだで、まあ、大概家族の人は、散々言ったんだけどやめないんだから、まあ、本人が死んでもいいって言ってから、ね、吸わせとけ、だんだんこうなるんですよ。で、もう家族の中で禁煙に関する話は一切出てこなくなって、もう5年間禁煙の気の字も出てこない。これはもうやめるチャンスを失ってしまいます。これダメです。ほっくりなんていかないんですよ。もうなかなかね、もう余韻出なくなる。肺が悪くなって呼吸が苦しくなるとか、当たったりかすったりして歩くのが余裕出なくなったりとか、心臓病であってももう孫の手で来てしまったので結構治るんですよ。まあまあ重症だけど死なねがたなるかもしれない。で、もう統計で出てですね、ぽっくり行く喫煙者なんかいないんですよね。
タバコ吸わない人は健康寿命が69歳、余命が70、平均余命が77歳。喫煙者、みんな別のとこでああってなってるね。なんか私もう過ぎてるんだかみたいな感じで。そこは見ないでください。統計上の話です。喫煙者っていうのはこの余命でなってからの不健康寿命が伸びるんですよ。だから家の人はこの人死ぬって言ってもいいべと思ってたら、なんと介護に13年も、もうやめさせとけばよかったなと思うんですよ。で、これね、まあ、担いだ人、親戚にもいて、もうちょっと口を出さないんですけど、10代からタバコ吸う人、大人の人です、これ。大人の人と藤沢の人だな、10代からタバコ吸う人。姉の人も結構重大感じたんですが、足痛くて歩けないって言って最初、あ、その前にペースメーカー入れて帰ってたんですが、最近足痛いんだ、昔タバコ吸ってたからなっていう話の、結果見たらここ詰まって、これ腸骨動脈、大腿動脈の下もつくと。で、誠先生は GH なので、じゃあ寄せも進むので、広げて詰まってる血管直したら歩けるようになったって喜んで帰った。そしたら、今度心不全で入院してきたと。心不全は心臓の血管ですね。冠動脈の一番大事な左前核を詰まってきたので、そこを広げた。で、腎臓の血管両方詰まってくると、それも、腎不全、あるいはこれも異常で急な心不全も、これも広げた。先生に治せない血管はありません、治しました。そしたら今度は、ね、帰る前に箸を落としたんですよ、何回も。これね、脳梗塞の一歩手前の左の頸動脈も詰まってきた。これでこう血流足りなくなると、朝の薬飲んで血圧下がると、あの血流が出て右手が麻痺して、で私見に来て横に当てると、これ本当は落としなの、この繰り返して、あれって言ったら調べたらこれだと。でも先生、広げられない血管ないので、これも広げました。ね、全部直したんですよ。で、今度は指草と小指、いでくて寝てられねというので来て、どれ崩したんだけったら真っ黒なんですよ。で、これは、昔から詰まってたんですけど、症状ないので治療しなかった桃の血管。桃の血管って20センチもあるので、ステント入れたくならないんですよ。2本も3本も入れない。でも、その先生に広げられない血管もないので、広げたんですよ。そしたらこれもう1週間で治るんですよ、腐って。これ、早く来ないとダメですよ。早く来るとこうやって治せるんですけど、もう薬でね、ポロッとなったり、炭になったりすると、アウトもされてるんですけど、このぐらいだと、治せる場合もあります。なんですけど、この人は、その後2ヶ月ぐらいで、結局、排気臭もかかったので、全然なくなったんですよ。結局、この人の最後の方っていうのは、何も面白くないじゃないですか。もうとっくに入院してて、結局、タバコ投げ捨てた人の、天末っていうのは、こういう病床につく期間が長くなってしまう。そうすると、誠先生は思いました。我々カテーテル治療は目の前の血管を広げてるだけだとダメだ。夫上流の2つ目の山ですよね。姉のもっとこう、北地内でもっとこうさ、安の滝見かけていかないといけない。上流をやらないけどね、上流が何だかっていうと、やっぱね、繰り返しになるのが禁煙だと思うんですよ。その中に禁煙してるところがいいですか。もう近所にタバコ吸ってる人いれば禁煙進めてください。この鈴木先生っていうのはタバコを問題を考える会の会長ですので尊敬する外科医なんですけど、ここにパティヒロシのサインが嘘なんですよ、くじがないんですよ。で、すげえ面白い話あるんだけど、ちょっと時間ないから話しなかったな、時間ないけど、ちょっと紹介しようかな。鈴木先生って、ね、すごく正義感強くて黙ってられない人なんですね。で、バス停で妊婦さんが待ってあったんですって。したら、隣がひょっと来た50歳ぐらいの男の人が横にでタバコ吸い始めたと。で、皆さんどうします？そういう時は知らない人だし、
まあバカだな、妊婦さんもちょっと離れればいいのになと思いながら、まあ、声かけないですよね。鈴木先生は熱い戦う男なので、おい君、妊婦さんの横でタバコ吸うと何事だ、直ちに消したまえ。でその人はしぶしぶ消して、ちょっとずれくなってバス停から隣のバス停に行ったんですね。そしたら妊婦さん喜ぶんでないかと思ってチラッと見たら、真っ赤な顔して妊婦さんが怒ってた。何してたか分かりますか？私妊婦じゃないんです。やっぱ鈴木先生の状況が面白いですで、皆さんご存知でしたか？これこの間の広報で誠先生のこれ見て皆さん来たんじゃないかと。もっと大事なニュース、4月1日から北秋田市役所は全面禁煙になります。これね、まあちょっと遅いぐらいです。観光庁は先駆けて禁煙しないといけない。やっと。なかなか抵抗勢力もいたんでしょうね。瀬谷市長リーダーシップありますが、気持ちが人なのでなかなかやれなかったけど、ついに動き出したということで、ダメですよこれ。敷地内 SL の前まで行けばいいけど、ダメですよ全部。どこまで市の敷地は敷地内禁煙です。やっぱこうやってね、その吸える場所が少なくなると、元ヘビースモーカーの誠先生の経験上、吸う場所が減ってくると、まあ面倒くせえなだってやめます、そういうこともあります。でいろいろこう禁煙指導のハウツーがあるんですけど、今日あんまり医療者の人が多くないので、ちょっと全然時間なくなったからクイズだけやって進めていこうかな。